い、今日はマット秋マットスモーキーアイメイク、題名いつも超悩むのね。わからないの、日本語でどうやって言えばいいか。ちょっと前にコメントでいくつかアマルのガッツリメイクとか濃いメイク見たいっていうリクエストがあったので、これだったら濃いと思う。私的には濃いけど、別に超濃い、Oh my god、バンみたいな感じじゃなくて、まあ いけるだろうみたいな感じの濃い。よくわかんない。Anyways、目元こんな感じね。参考になったら嬉しいです。です。ではチュートリアル見てね。バイ。OK、アイシャドウプライマーは、もうつけたので、ファンデーションとかコンシーラーは後でにするね。もしかしたらこの辺に落ちたりとかするので、一応BB クリームはつけたんだけど、ファンデーションやっぱり後でにしようと思って。で、今回どれ使おうかな。オフラのこのパレットのこの辺とか、あとはこれ、バクシーチャームでもらったこのパレットを使ってみようかしら。OK、じゃあまずは、自分の肌に一番近い色、これ近いかな。とりあえず、ヌードっぽい色をまぶた全体につけて、そしたら次につける色がスムーズに乗るようにね。OK、その後はパクシーチャームでもらったこのオフラのパレットのこれ、ブロンズ系の色、こういう茶色持ってなかったらブロンザーでも OK です。これをこの辺につける。このパレットのこれでも良かったんだけどね。いや、yeah. OK、 でその後にそれより濃い色、これでもう一回同じ感じでシャドウをつける。OK、 その後にこれちょっと赤っぽい茶色で、まぶた全体、まぶた全体につける。OK、 でその後に黒アイライナーみたいな感じでちょっとつけて、で上にも持ってくる。でフラッフィーブラシでブレンド、ちょっとだけブレンドする。そしたらなんか線とかバンって感じがなくなる。OK、 ちょっと黒いアイライナーつけて上の方で、それでもう一回同じアイシャドウ、黒いアイシャドウでちょっとスマッジブレンドしましょう。同じ黒を取って、なんか線って感じになってんじゃん、上の方。それをちょっとだけブレンドする。ちょっと茶色を取ってブレンドする。同じ茶色を取って下の方、この辺にちょっとつけます。でアイライナーをちょっと下げてこうやってやったのね。それを茶色でつなげるの。
ウォーターライン黒いのでやりましょう。軽くね。で、さっきのこの辺のラインをもう一回ちょっとつなげる。Yep。あとはマスカラして終わりでもいいんだけど、この辺にハイライトつけるのが好きな人はハイライトつけましょう。私はハイライトつけるのが好きなので、どっちにしよう。あ、これにしようかな。OK、 マスカラして帰ってきましょう。OK、 眉毛、眉下のハイライトをやりましょう。で、私眉毛描かないんだけど、もともとなので、眉毛そのままです。眉下のハイライトはここにつけたハイライトと同じハイライトです。 OK、 ではシェーディングとかチークとかよいしょ。何使おうか。まずはシェーディング、使ってるのがこの Makeup Revolution の Ultra Contour Palette の、これにしようかな。ここからスタートで足りなかったら濃いのを足す。で、最初は Roughって感じでつけてからブレンドする。 Oh my god。 じゃあちょっとブレンドします。で、ファンデーションは今日は軽く BB クリームもう一回つけた感じでだけ。ぶっちゃけ言うとファンデーション切れた。これいつも使ってるレブロンのやつがちょっと切れて出ない出ないみたいな感じで、まあいいや、ファンデーションじゃなくて、BB クリームでって感じ。じゃあこの辺のセッティングパウダー、コンシーラーもつけてないんだけど今回、これセッティングパウダー、このピンクと黄色いのをちょっと混ぜて、ブロンザー、フィジシャンズフォーミュラーのブロンザー、ブロンザー色がブロンザー。これちょっとだけパールみたいなのが入ってるから、なんか色薄いなと思ったけど、ファンデーションとして使えるかなと思ったんだけど、ちょっと使えないのね、色がパールっぽいのが入ってるから。なのでやっぱりブロンザーとして使う。ちょっと薄くてもなんとなくわかるって感じになるので、まあいいやみたいな。OK、 チークどうしましょう。目元濃いからチークはブロンザーだけでいいと思うんだけど、もうちょっと輝きのあるブロンザーなんだけど、ちょっとピンクを出したいじゃん、ちょっとだけほんのり。なのでピンク色のチークをつけましょう。で、この目元の色だったら、ピーチ色のチークでもちょっとオレンジ目のチークでも大丈夫だと思う。今回使うのが Physicians Formula の Rose っていう色です。ちょっとだけこの辺、なんか元気です生きてますみたいな、ちょびっとみたいな、これぐらいで足りる。 And ハイライト、ハイライトは必要でしょ。ファンブラシ、これはファンブラシっていうブラシなんだけど、こうやってシェーディングしたりハイライトこの辺につけたりとかするのに便利。たまに使うとコメントで聞かれるので、日本で見たことないって言ってたっけな、ファンブラシって検索すれば出てくる。で、この辺のハイライトとかつけるの楽な感じがする、これだったらね。つけてるハイライトはこれ Physicians Formula のワームヌードっていうのかな。これはブロンザーとして使えるし、この辺
アイシャドウとして使えるし、上の方はハイライトとして使える。で、結構綺麗なハイライトが出てくる。わかる？やりすぎた？口紅、ピンクヌードにしますか。じゃあこの3つを使ってみよう。どんな感じになるかわからないけど一応やってみよう。これは NYX の ROSE っていうペンシルライナー、薄ピンク。OK、その上にオフラのベレアっていうマットリップをつけます。うっすらね、軽く。 Oh my goodness 指で伸ばす。これでもこれだけでもいいかもしれないんだけど、ちょっとなんかって感じなので、マックのリップグロス、これね。Much better, I think. OK、今回のメイクはこんな感じで完成です。ちょっとスモーキーマット風のアイメイク。以上です。参考になったら嬉しいです。ではまた今度の動画で会いましょう。See ya! Bye!